キャサリン・ホートン・ヘプバームはアメリカ合衆国の女優。2020時点で演技部門においてオスカーを4回受賞したただ一人の俳優。ノミネート数も俳優としてはオスカー史上第2位の12回に上る。1999年にアメリカンフィルムインスティチュートが発表した映画スターベスト100で女優部門の1位に選ばれている。 コネチカット州ハートフォードにて生まれる。祖父は牧師で、父親のトーマス・ノーバル・ヘプバーンは、バージニア州出身の医師、母親のキャサリン・マーサ・ホートーンは、婦人参政権論者で、マーガレット・サンガーと共に、三次制限運動に携わったという、自由主義的な環境で育った。キャサリンは活発な少女で、髪の毛を短く切って、自身の名前をジミーと称していた。 また、2歳年上の兄トムと仲が良かったという。他にも4歳年下のディック、6歳年下のボブ、11歳年下のマリオン、13歳年下のペグという6人兄弟の長女であり、幼い頃から演じることに熱中していた。14歳の頃、兄のトムが高い。報道では自殺、あるいは首吊りの真似事をしていた際に起こった事故であるとされているが、 真相は未だに謎のままである。1928年のブリンマー大学イヤーブックに掲載されたヘプバーンの卒業写真ブリンマー大学では心理学を学んでいたが21歳の時にサマーストックザザリナユリカゴ泥棒で初舞台を経験しその後も演劇を続け卒業後にニューヨークに移ると発生に問題があったため フランシス・ロビンソン・ダフについてひたすら発声練習に励み劇団に積極的に参加。10本以上の舞台を経て1932年に RKO の愛のおで映画デビューした。当初彼女はハリウッドに興味がなく舞台女優としてのキャリアを確実に踏んでおり舞台のギャランティは週900ドルであった。映画に出演するつもりもないので 相手を驚かせるため冗談半分で RKO に週9500ドルを要求したところ会社側がこの条件を飲んだため言い出した以上出演を承諾せざるを得なくなったというのがデビューの逸話である女優としてスクリーンで早くに頭角を表しオスカー女優となった彼女ではあるが1930年代中期よりフィラデルフィア物語が大ヒットする頃まではハリウッドの ボックスオフィスポイズンとして工業の牛からは特に嫌われていた。が、当時ヒットしなかったスクリューボールコメディー。例えば、ケイリー・グラントと共演している2作、赤ちゃん教育、素晴らしき休日などは非常にアクロバティックで、セリフも膨大なマシンガントークを駆使し、さらにはアドリブも満載で、名シーンも数多い。これらは後年になり、 非常に高い再評価を受けるに至っている。またこれらの名シーンは後年、多くのコメディやラブストーリーで多用されている。フィラデルフィア物語などのジョージ・キューカーと組んだ作品は特に有名であり、キューカーとは彼が他界するまで生涯の親友であった。身長が170センチメートル以上あり、細く長い主体も特徴の一つであり。 当時としては大柄な女優で小柄な男優が相手役を尻込みしたとも言われる。ヘップバーンは個性的で知的、自立する20世紀のアメリカの女性の象徴として多くの尊敬を集めていた。女性ナンバーワンよりヘップバーンは当時としては珍しいパンツスタイルを好んだ。黄金時代の映画スターであるにもかかわらず着飾ることをせず実用性のある。 パンツスタイルで常に過ごしていたため、それがやがてトレンドとなった。また己のプライバシーを重視し、独自のライフスタイルを貫き、現代女性のライフスタイルのベースともなったとも評される。気が強い性格であり、ジェームズ・ディーンなどの登場には違和感を抱いたというように、男性が男らしくあることを求める、オールドファッションな側面もある。また、 ソリの合わなかったジョゼフ・エル・マンキーウィッツ監督に、去年の夏突然に、の映画撮影終了後に唾を吐きかけたという逸話がある。また、晩年、全米で最も有名なテレビ司会者の一人である、バーバラ・ウォルターズのテレビ番組のインタビューで、ねえ、ケイト、どうして、スカートを履かないの、と問われ、あなたのお葬式用にとってあるのよと切り返したことでも、有名。こうの場を嫌い。 自身がノミネートされた年度の受賞式に出席することもなかった。彼女が唯一出席したのは1973年度第46回受賞式のみであり、友人のローレンスはインガーテンにアービング・ジー・タルバーク賞を贈呈するためだった。黒のシンプルなパンツスーツというヘプバーンらしい姿と茶目っ気あるコメントで笑いを誘い、朗朗たるスピーチで拍手喝采を浴びた。 結婚は一度きりで、カレッジ時代に出会ったらドロー・オーデン・スミスと1928年に結婚した。二人は1934年に離婚するが、元夫のスミスとは、彼がガンで他界するまで、良き友人として交流があった。また、大富豪、ハワード・ヒューズとのロマンスも囁ささかれたが、1991年に彼女が発表した辞典、自伝、目、キャサリン・ヘプバーン自伝には、 ヒューズとの関係も包み隠さず語られている。この次元自体が画期的であり、ヘプバーンといえば私生活を語らないスターの代表であったため、全米では数百万部を売り上げる大ベストセラーになった。旧作品で共演したスペンサー・トレーシーとは名コンビだった。初めて撮影所で顔を合わせた際、キャサリンが私より背が低いみたいねと漏らすと、 スペンサーが心配ない。僕の身長に合わせて君を切ってしまうからと答えたという。ハリウッドの男優がハンサムだが女性的すぎると物足りなさを感じていたキャサリンはこの荒々しい返答に逆に惹かれた。スペンサーは経験なカトリックではなかったが宗教上離婚ができなかったため、二人は結婚をせず20年以上を共に過ごすこととなる。 事実上のパートナーであり、彼女は自宅をニューヨークに持っていたが、二人の生活はロサンゼルスが中心であった。1960年代にスペンサーの健康状態が悪化すると、彼女は5年間の休養を取り、看病した。1968年のスペンサーの死を見取ったのは、キャーサリンである。しかし、スペンサーの家族に配慮し、葬儀には出席しなかった。 二人が共演した最後の作品、招かれざる客で、ヘプバーンの名のキャサリン・ホートンが、彼女の娘役で女優として、デビューを飾っている。1930年代からの活躍の時期が重なる、俳優ヘンリー・ホンダとは共演したことがなかったが、ホンダの長女で映画、黄昏のプロデューサーでもあったジェーン・ホンダは、父の相手役にと、直接キャサリンに出演交渉した。 黄昏の内容が良かったこと、父に現役の俳優として最高の栄誉であるアカデミー主演団優勝を取らせてやりたいと願うジェーンの熱意にほだされ、出演を承諾したという。ジェーン・ホンダも自伝でこの行きさつを詳しく述べているが、彼女の個性のきつさもあって、当初はヘプバーン自ら名女優、ジェラルディン・ページをホンダの相手役に推薦したようである。 ライフ氏が1968年、冬のライオンの女王を演じるにあたって、彼女を取材した折に、演技の女王が実在の女王を演じたら誰も彼女にはかなわないと言わしめた存在であり、米国映画協会が1999年6月に選出したアメリカで最も偉大なる女優50名では、第1位となった。旅情の撮影中、目が最近に感染し、 失明寸前にまで陥った。2003年6月29日、コネティカット州オールドセーブルックにて、老衰のため96年の障害を終えた。死去するまで、目の感染症が感知することはなかった。現在、オールドセーブルックの観光名所のうち一番人気を誇る場所が、ザキャサリン・ヘップバーン・カルチュラル・アーツ・センターである。ありがとうございます。